ゆうきのチャレレッツメダカはい、皆さんこんにちは、龍気ものチャンネルです。さあ10月も半ば過ぎてきましたけども、本日は10月の20日なんですけども、もうねメダカズそろそろ終わりかなということになってきております。ハリコにしても稚魚にしてもね、もうちょっと大きくなっといてくれたらなっていうのを、皆さんそういう感じになられてると思うんですけども、そうですよね、なかなかね今の時期っていうのはもうね大きくなるのがねなりにくいということもありましてですね、そしてまたね痩せ細りとかもちょっと出てくるようなね、ちょうど水温でいうところの17、8度この辺が怖いのは怖いですよね。ただしかしねメダカ釣やめるわけにもいきませんのでね、ぜひ皆さん頑張っていってほしいと思います。そしてまたね私も頑張っていかなあかんなと思うんですけどもね、今日は一つね皆さんにご報告があります。あのメダカッキさん、メダカッキーチャンネルさんが復活しております。人気のない龍がですね人気のあるカッキーさんを宣伝しております。私宣伝党でございます。ものすごくですね力のない宣伝党でございますがね、いやあの今日から復活するということでね、ちょっと急にお話をお聞きしたんでね、いろいろ流れ私はちょっとわからないんですけども、とにかくですねカッキーさんが戻ってくるということでね、一回宣伝しとかなあかんなと。私どもがですね九州行かしてもらったりですね、また突然ね YouTube ライブオークションの時にメダカッキーさんが佐賀から入って和歌山へ乗り込んできたとかね、そういうね仲の良いお付き合いさせていただいてるんでですね、ぜひですねメダカッキーチャンネルさん宣伝させてもらおうかなと思っておりました。でこちらです、こちらが今日復活するですね10月20日6時35分というちょっとわけのわからん時間にですね復活されております。まあ、以前と変わらぬ、お名前ということで、そしてまたね、アイコンの方はちょっと変わりましたね。新鮮、新鮮で、まあまあ、気持ちが新鮮なのか、何が新鮮なのか、ちょっとわからないところあるんですけども、はい、ぜひですね、カキさんの URL もですね、下の概要欄に貼らせていただきますので、ぜひですね、カキさんのチャンネル登録していただいてですね、カキさんのまた楽しいお話聞かせていただいたり、掛け合わせのお話聞かせていただいたり、したいなと私自身も思っております。皆さんよろしくお願いいたします。一からのスタートということでね、カッキーさんも大変だと思いますけどもね、ぜひ頑張っていただきたいなと思っております。どうしますか、選んでるんですか。これなんていう魚ですか。大きいです。なんでそんな色出てるんですか。カッキーさん読んでたやつですか。これやったっすもんね、間違いなく最初は。そうこれが抜けてくるのが深雪メダカ。そうだから白み雪か黄色み雪のアイナガノぐらいのやつらがたまたまただアルビノになってる、はい、ただのでもアルビノよりはヒレに光ってるから見栄えがしよったけど、でもこれが大きいっていうのを知らない人多いですもんね。うん、僕分からんかったよ。黄色いやつしかいないですね、うん、